カラバジョは、イタリア共和国ロンバルディア州ベルガモ県にある、人口約1万6000人の基礎自治体。バロック期の画家、カラバジョは、この町で、少年時代を過ごした。郊外には、聖母が出現して、霊あらたかな泉が湧き出たという聖域があり、イタリアでは著名な巡礼地である。ジェーラだった地方は三県にまたがる。赤線は、フォッソベルガマスコで、 あった川と西両川を結ぶ部分が示されている。ベルガモ県南端部、ジェーラだったと呼ばれる地域に位置する。コムーネ面積は32平方キロメートルで、地域は南北に長く、南に、クレモナ県に接する。カラバジョの町は、地域中央にあり、県とベルガモから南へ、約23キロメートル。 州都ミラノから東へ3 9トル、ブレシアから西へ約4 5トル、ピアチェンツァから北へ5 0トルの距離にある。地域の東部のバリアーノとの境界は、ホッソベルガマスコと呼ばれる中世に掘られた運河跡である。13世紀から14世紀にかけて、西のアッタ川からセイリオ川を経て、東にオーリオ川まで掘られたこの運河は中世から近世にかけ、 ベルガモとクレモナの境界線となっていた。イタリアの地震リスク階級では3に分類される。1432年5月26日、この町の郊外の野原で農夫の前に聖母の出現があったという。出現地は泉が湧いて聖域とされ巡礼地として巧妙になった。出現地には1575年から聖堂の建設が開始された。一般に カラバジョの名で知られる画家、ミケランジェロ・メリージは、トーチゆかりの人物で、父親はカラバジョ公爵家に仕えるマギステイルであった。画家の正確な出生地は長らく不明であり、トーチ生まれたとされたこともあったが、近年ミラノで、洗礼記録が発見され、彼がミラノ生まれであったことが判明した。1577年、6歳の彼は、 ミラノでのペスト流行を逃れるため家族と共に当地に移住、父や親族の死などを見つつ、13歳で画家を志してミラノに出るまでの少年時代を過ごした。画家は修行時代にはしばしば当地に帰ったようであるが、1592年に慌ただしくローマに旅立って以後、郷里に帰ることはなかった。地域北部にはミラノとブレシアを結ぶ鉄道、 道路が通っている。カラバッジョ駅市域北部には、北、イタリアを横断する幹線である、ミラノベネツィア線が走り、ビダレンゴ駅が置かれている。町の中心駅である、カラバッジョ駅は、トレビーリオで、ミラノベネツィア線から南に分岐する、トレビーリオクレモナ線の駅である。アウトストラーダ A35 と共に、ミラノベローナ高速線が通過する。カラバッジオ、ありがとうございます。